がついてる。しかも東京タワーと違って完全に囲むんですね。こっちはね、朝顔は一段だけだ。これがこれ川崎の川崎ワールド、川崎の博物館。これはアメリケンパーク。あ、なんかイベントがあったんだな。みんなあの仮装してる人が、仮装というよりかはコスプレというか。私ね、ホテルオーナーなんですよ。はい、僕なんですよ。オリエンタルホテル。川崎ワールド、もうやってないですね、時間的にね。またの機会で見に来よう。素晴らしい、素晴らしいね。あ、車も、特装車。多分ラリーカーだな。イベントがあったんですね。ラリーカーだな、すごい。でも静かだ、意外と。おお。ああ、なんか、イベントだったんだ。大バカやろ。大バカやろ。メリケンパーク、川崎メジン。ああ、ね。あと、あ、これ横浜港みたいだね。はい、豪華客船。ああいうのを見るの久々だな。神戸の街、客船。ね、で、あの、ロックアイランドの橋は、ね、あの阪神・淡路大震災で起こっちゃったんだよね。確かね、歴史にのために、壊れた部分が残されてるんだよな。なんかフェスがあったんだな。結構人が残ってますね。で、あっちのあの噴水のところがね、確かね、震災のモニュメントなんで、ちょっと行ってみよう。で、あの町になってるところ、あれが三宮ですね。あの三宮も壊滅したもんな。で、全部ビルが新しくなっている。すごい改造車がね、いっぱい止まってる。で、残念なのがね、マリンタワーが足場が変わっちゃって、うん、その噴水から先がね、その、あ、そこにコンクリート固めみたいなのでね、あれが震災のモニュメントが確かに残ってたと思う。行ってみよう。音楽に合わせて噴水が出たり出たり。ここからそこですね。あのこうすごい盛り上がってるんだよ。びちょびちょに濡れてる人がいる。大丈夫か、あんな濡れちゃって。でね、そう、ここなんですよ。この延長上にその震災の記録が残ってるんですね。行ってみよう。ここもね、全部波打ってました。あのインタルキがね、あのまっすぐ歩けなかったですよね。で、あのポートタワーも傾いてあるような気がします。ここがそう、いろんな言語で阪神・淡路大震災、これ中国語か、ね、ルミナリエとかね、
ほら、こんなんあったんですよ。メリケンパークがこんなんですよ。こうやってサルベージ船がね、ほら引っ張り上げてますね。ロッコアイランドの不当のね、復旧の懐かしい。これが神戸震災メモリアルパークです。これね、傾いてたんだね。懐かしい。ここがね、その液状化してめちゃくちゃになったところですね。今日淡路島行ってきましたけどね、こんな状態だったんです、神戸は。で、あの噴水がね、その2万ライン当時もやってましたね。あの一番早く復旧したのは これが震災直後の私がね、神戸に入ってきた時の風景です。で、三宮の現在と川崎の川崎ワールドっていう博物館ですね。で、イベント前やってるんですね、ゴールデンウィーク中。はがきだって、はい、川崎ワールド、川崎のねバイク、はい、こういうラチス構造、これ美しいですよね、この構造体が。あと大観覧車ね、あれはね神戸駅のですね。ああ、マリンタワーってライトアップされてるんだな。足場だけど、足場にライトアップか。これなかなかいいかな。で、こういうなんかプロジェクトになってるんですね。あ、これはそのための工事をやってるのかな、ライトアップだ、ね。はい、じゃあ V100 お手拍してるところに戻って帰宅します。